じゃかじゃーん、いってらっしゃい、いってきます。長官太郎です。今日も詳しく米国市場の状況をお伝えしていきますんで、よろしくお願いします。はい、今週もよろしくです。5月16日の火曜日です。はい、まずですね、債務上限問題なんですけども、チキンレース、そろそろ終了だといいんですけれどね。2011年などは、2日前に承認されたんですけども、まあ、SP500 の格下げなどがあって大きく株価がね、ドッカーンとね、下がっちゃったんですけれども、今後どうなるんでしょうか。今、リセッションに、ね、なる前に、債券の利回りが、純イールドになるというんですけども、今、2年と10年とかね、まだ逆イールドなんですけど、5年とね、10年、30年はもう純イールドになってきたんで、リセッション近いんじゃないかというシグナルがね、来ているということですね。はい。ただ、ナスダックはね、ここのところめちゃめちゃ好調でね、ナスダック、そして SP500、そしてダウがね、沈んでいるというような、序列になってますね。はい。そして今、債券、買いかどうかというと、普通で言うとですね、買いなんですよね。アメリカの企業業績リセッションすでに到来とかね、書いてますね。これでいくと4から6月も、7.3% の減益が見込まれているということですね。はい。そして、今期1から3月期は、前年比で 3.7% 利益が減っちゃったということで、見通しもね、今回もちょっと悪かったよということになってしまいます。はい。ただ 78% の企業は、市場予想を上回っていたとね、いうことですね。はい。そしてですね、ただ下方修正をみんな決算の前にしていたんで、実際は、それほど良くなかったんじゃないかなというところで、業績見通し、EPS の見通しがですね、悪かったら、本来債券買いですよね。FRB ももう利上げはしないと言ってます。ただ債務上限問題で信頼がなくなると一気にですね、債券売られてしまうというのはね、間違いないんで、そうなると、金利がですね、急上昇して、倒産も急増と、そして株価が下落というスパイラルに、なってしまうんですけれども、まあ、ドルが下がると、ドル転しておきたいところですね。そして今その破産の件数なんですけど、24時間に7社が破産申請ということで、利上げの効果がね、今急速に出てきているというところです。ベネタとかモニトロニクスという会社はですね、向こう数年に、満期となる債務を抱える中で限界に達したということで、まあ、最近の銀行とね、同じような感じですね。ただね、今日株価は、結構ね、グリーンで、上昇しているんですね。この債務上限問題、バイデンさんが16日、今夜にかけてですね、またマッカーシー下院議長と会談ということで、これに期待感があるということでね、今のところ、上昇と、なっています。はい。そしてね、最近大変だった、地銀なんですけれども、なかなか復活してますね。今日はね、ウエスタンアライアンスが 12% 上昇、パックウエストバンコープがね、18% ぐらい上昇ということで、ちょっと預金流出の、懸念などもね、あったんですけれども、かなり持ち直してきたんで、まあ、地銀問題ね、これで、上がったり下がったり激しかったんですけども、落ち着いたらですね、いいですね。そして、こういう時にですね、一進一退上がったり下がったり相場、ちょっとトレンドが出ない時は、この米国株を占めるポート、投資の森さんのですね、ツールなんですけど、長年にわたって蓄積してきた知識と経験をもとに作成されていて、押し目を見極め、ちょっとね、わかりやすいチャートなど提供してもらっています。はい、こちらがですね、ウエスタンアライアンスですね。押し目、はい、点灯してましたね。はい。ということで、なかなかこういうふうにですね、いいところで、拾っていけてるのでですね、今後もですね、見ていきたいなとは思います。はい。そしてですね、先ほどの、押し目ツールは、YouTube の概要欄からお求めできますんで、この動画からですね、見れますんでよろしくお願いします。はい。そして、借金、こちらはですね、昨日ツイッターしたんですけども、そろそろ、潰れそうだけどね、なかなか耐えてて、反発あるかもしれないというのかどうかわかんないんですけどね、ちょっとピックアップしました。ボロボロで PSR、PBR 超低いけど、売上成長率それなりの企業ということでね、反発するか消えてしまうか、時価総額、売上成長率、PBR、PSR、
PBR、PSR、PER の、順番となってます。はい。これでいくとね、AMC なんかは 20% 成長ですけども、もうね、PSR などね、0.7 倍と、なっているということで、ブレードもね、70% あるんですけど、PSR1.3 倍。あと、リフトもね、最近めちゃめちゃ売られてますよね。14% 成長で、0.8 倍の PSR と、なってますね。この PBR などはね、資産、1以下だとね、資産より安くなるということで、今、ブレードとか、この辺、あと BTU、石炭とかね、クレディスイスなんかも 0.1 しか、ないというような状況ですね。このリチウムの SQM とか 189% 成長もあって、配当も 9.45% ぐらいね、出てるみたいですね。あと、カーニバルも、売上成長率は高いんですけどね、全然、まあ、PER などはね、ここにある企業たちは大体、マイナスとなってますけどね、消えるか、ボトムかね、ちょっと、今後見ていきたいなと思います。はい、そして今週の、経済指標なんですけれども、今夜、小売などがあります。前回マイナス 0.6% で、今回予想 0.8% とめちゃめちゃ強くなってるんですけどね。ただアメリカの家庭の借金がコロナ前から3兆ドルも増えて、今17兆ドルとなってるんで、 GDP に大きく占めるこの消費の経済指標、本当にこんなに良くなるのかというところは、疑問ですね。はい。そして、あとはフィラデルフィア錬金製造業とかね、あるんですけども、今週は結構ね、発言が多いです。FRB の方々、メスターさん、結構高派、今夜ですね。それと、ウィリアムズさん、そして土曜日にね、パウエル議長の発言があるんで、まあ、金曜の夜ですね、12時、土曜の夜中の12時に発表があるんで、ここは、要注目となりますね。そして、今日も、発言がですね、あってます。まず、アトランタ錬金の、ボスティック総裁なんですけども、まあ、結構皆さんね、今日、高な発言です。利下げ検討は来年しばらく経過してからということで、市場を牽制ということですね。そしてミネアポリス錬金のカシュカリ総裁も同じような感じで、労働市場は過熱状態ということで、インフレ鈍化にはまだ長い道のり。重要なのは前向きデータが出てもね、惑わされずに、インフレ率 2% めがけてね、任務を完了させる必要があるとね、いうことなんでね、なかなか状況変わらない一進一退の相場、続きそうです。そして、経済指標なんですけど、今日はニューヨーク錬金製造業の指数が発表されましたね。これは、5月20年以来急低下とか出てます。3年ぶりの大幅低下で、受注と出荷の指数が、それぞれ、低下ということですね。とはいえですね、雇用者数の指数は雇用者数が減少したことを示唆したんですけども、前月ほど大きなマイナスにはならなくて、週の平均労働時間の指数も縮小圏ということなんですけど、まあなかなか雇用の方はね、やっぱり粘っててね、まだね、ちょっとトレンドが出ないですね。見通しの、指数なんですけど、3ヶ月ぶりの高水準となって、新規受注と出荷の見通しもね、上昇ということで、まあどっちつかずな、感じですね。はい。それと、大きな決算は大体終わっていってるんですけども、今週は、ウォルマートが木曜日、寄り付き前にあります。結構、証券会社さんのカレンダーからね、今日になってみると変わってるのとかあるんで、少し、修正しました。ローズタウンモータースなどまだ先になっちゃいました。はい。ということで、ウォルマート、まあ、小売の指標もあるんでね、今週、ターゲットもね、火曜日に、あるんで、ターゲットウォルマート小売りの1週間と、なりますね。そして、金利ビックス指数など、見ていきますけれども、まず FOMC の、利上げ利下げ予想は全然先週とですね、変わらないような、傾きに、なっていますね。はい、今日の金利年なんですけども、だいたい上昇してますね。3ヶ月超短期だけは下がってるんですけど、ちょっと、債務の懸念の問題があるんでしょうか、少しだけ売られ始めてるとこです。ただ1日のビックスはものすごく 20% も低下したんですね。ドル指数は低下気味となってます。まだ102ありますけどね。そして指数はすべて上昇です。今日はラッセル2000が、まあ、景気後退ないというところなのか 1.19% 上昇しています。はい、あともね、1% は言ってないんですけど、指数上昇ですね。そして、フィア&グリードは、あんまり先週もね、1ずつぐらいしか動いてないんですけど、動きなしです。実質金利は、まあ、
5月の初めよりもまだ低いんですけど、下がって今上がってきたところというところですね。そして今日1日の指数の動きですけども、やっぱりねこの序列変わらないですね。3月ぐらいから顕著ですけども、ナスダック SP500、ダウの順番です。そして今日はじわじわっとね債務懸念がね、今夜にでも終わるのかなというところで上昇ですね。今日は後半にほとんど、グリーングリーンということで調子のいい一日と、なりましたね。はい。そしてですね、ジャクラン。じゃあ、スプレッドシートでマーケット全体を見ていきますけども、こっからが本番です。たくさんニュースありますよ。はい。先週はですね、爆投した銘柄がアップスタート。結局、アファームもね、爆投してパランティアなどが大きく上がりましたね。そしてね、アップスタート決算オールクリアで、アフターで 40% 上がったんですけど、売上成長率マイナス 67% なんですよね。今がボトムと見られていたんですけども、どうなるのか、まあ、金利に影響しますけど、今日もねアップスタートすごいことになってましたんで、後ほど見ていきましょうね。はい、アップスタートは AI で、まあ、お金をね貸したりする、まあ、消費者金融みたいなところです。はい、じゃあ行きますね。今日はドル、ドルはまあそんなになんですね。行ったり来たり、まあ、ドル指数は若干、下がってましたかね。で、ビットコインとイーサリアムはまあちょっと上がったということですけども、この1ヶ月はちょっと旗色が悪い状況です。そして指数は今日は上昇。この前まで結構赤かったのがね、1ヶ月ではなかなか、まあ、2% のプラスマイナスで入ってるような状況ですね。ナスダックが、まあ、プラスを牽引してます。そして VTI と VT は今日はプラスと、なっていて、今日はね、トルコが大きいですよね。マイナス 8.4%。今大統領選挙やってて、結局過半数いかなかったということで、決選投票です。対抗馬のクルチダルオーさんはね、キャリア官僚を長く務めて、実務県警から大統領になったら、まあ、経済が保守的になるということで、買いだと思われてますけどね、今の現職の、結構ね、むちゃくちゃやってる大統領さんが、今優勢なんですよね。ほとんど過半数近く取ってましたんで、ちょっと懸念ということですね。はい、また、決選投票がありますね。はい、すごい出来高になってます。はい。そしてですね、トルコ、エルドアン大統領ですね。はい。そしてね、次はね、石油なんですけど、今日 1.5% 上昇ですけどね、この、もう、原油がものすごい今、下がってますね。このチャートから見ても、機関で見てもね。これは、イラクのね、アブドゥルガニ石油省はね、オペックプラスとかが開く、6月の会合で追加減産は決めることないだろうとね、言って、オペック加盟国の人がこういうふうに見通しを言うのは初めてですとね、いうことなんですけど、まあ、それでもね、ちょっと今日は、反発で原油、上がって、ますという状況です。そして中国が結構上がってますね。11.1% 大きくリバウンドしました。Cウェブですね。はい、そして、その他セクターは大きく動いているところはないですが、半導体がプラス 2.7% で、元気良かったですね。それとアーク系破壊的イノベーションも 2.4%、上昇となっています。こうしてチャートで見るとね、この情報技術セクターの、この最近の伸びがね、すごい、他をちょっと追い越しているような、チャートの形ですね。はい。そして、あとミーム株はね、AMC がめちゃめちゃ今安くなってるというか価値がなくなってきてますんでね、もしかしたら反発あるかもなんて思ってます。はい、1週間で 13% 売られてしまいました。はい、あとは今日ガファムティーが結構ニュースありますね。はい、マイクロソフトなんですけども、マイクロソフトによるアクティビジョンブリザード690億ドルの買収、これを EU が承認して大きなハードルクリアということです。イギリスの、競争をね、抑制するような、ところはですね、先月ダメと言ったんですけども、欧州は OK と。これマイクロソフトがクラウドゲームという、分野の独占禁止を回避するために、まあ、任意のクラウドストリーミングプラットフォームで、ストリーミングできるようにするということですね。あとはですね、結構プレイステーションが強くてソニーが優位性があるため独占禁止にならないみたいですね。それと、マイクロソフトは、他にもあってね、アップル、まあ、要はね、iPhone とパソコン、Windows のパソコンが結構、便利につながるようにすると。今、まあ、Apple などは MacBook とかね、いろんなのがつながるんですけども、フォンリンクっていうのマイクロソフト最新バージョンでは、ユーザーの、iPhone からね、通知を受信したり、テキストを送信したり、通話に応答できるということで、iPhone に対して結構便利になるんで、Mac 買わなくてもいいんじゃねえっていうような流れに持ち込もうとしてますね。マイクロソフトはプラス
ス 0.2% 上昇です。アップルはマイナス 0.3% なんですけども、6月にヘッドセットの、発表があると見られています。今のところですね、大量生産は製造が遅延しているため、9月までは、ないというような見通しで、なんとね、価格は3000ドルなんですよね。これメタの最高機種、クエストプロの3倍ということで、メタバース業界盛り上がっていないんで、結構ね、アップル今リスク抱えてるとしか思えないんですけど、どうでしょう。あと、メタも、2.2% 上昇しましたね。先週末に広告主のキャンペーンを支援する AI テストプレイグラウンドっていうのを公開したということで、まあ、AI の波に結構ね、メタ乗ってきてるんですよね。最近好調ですね。半年で 111% もメタ株価上がってます。そして Google の方は Bard、チャット GPT みたいな感じのやつをですね、Google もついに出してるんですけど、日本語対応やっとしたんですね。はい、これで楽しみです。そして、メタ、あとグーグル、まあ、ネット広告というかね、広告会社みたいな感じですけど、今アメリカのインターネット広告費は2000億ドル突破ということで、まあ、コロナ前から加速も減速もしていないというような水準でね、今持ちこたえているということですね。はい、ちなみにこのミーム株なんかね、ゲームストップ、2000% も、コロナ前からね上昇してるんですけど、今ね 100% 超えてる株がねほとんどないんですね。トレードディスク、ぐらいでしょうかね。あ、ここ、うん、スーパーマイクロコンピューター 400% 上がってますけどね、結構ねミーム株のこの破壊力 2000%、すごいですね。はい、そしてですね、ユニティとか、今度ね、ハイグロ見ますけども、ユニティは、年間10万ドル以上の顧客数が1322社ということで、まあ、前期からね結構減っちゃったということですね。はい、こちらスプレッドシートメモ、たくさんメモね埋め込んでますんで、まあ、気になる方は概要欄からこのスプレッドシート、購入できますんで、よろしくお願いします。一応600円で毎週決算結果更新、作るの本当大変だったんですよねこれ。はい、そして、次に行きますね。今日はズームインフォ、アップラビンなどが 5% 以上、あとクラウド、関係もいいですね。まあ、サイバーセキュリティ関係、クラウドストライク 4%、 G スケラー 5.7% 上昇です。そして、半導体も元気よくて、マイクロン、はい、こちらが 6%、買われてますね。はい、今週はアプライドマテリアルが決算あります。そして AI の中でね、C3AI がなんと 23.4% も、上昇。これはアナリストの予想を上回る収益を発表しましたということですね。はい、4月30日までに、結構ね、7210万ドルから7240万ドルの売り上げでガイダンスを予定をね上回ったということで、営業のねキャッシュフローとかフリーキャッシュフローも良かったんですね。はい、そしてね、エンタープライズ AI の活動は創業以来同社が見てきた以上に増えていて、かなりね良かったと。四半期中に、43件の取引成立と、かなり高額な契約をね取りますからね。これで継続すればね C3AI すごい勢いになるんでしょうか。まだたったの 2.7 ビリオンの、時価総額ですけど、リスクは高い、銘柄ですね。はい、そしてあと AI 企業で言えばね、 AMD も結構ね、AI ブームに乗るんじゃないかというような記事もあったんで、こちらもね注目です。まあ、GPU をね 85% シェアを持ってる、NVIDIA などがね、まあ、やっぱり筆頭にはなってきます。今日も 2.2%、上昇ですね。はい、そして次に進んでいきますけども、Netflix マイナス 1.2% なんですけども、ジョージ・ソロスさんなどは、買ってますね。ただリビアンとかをディズニーとかを売って Netflix を買ってるということで、まあ、結構、ジョージ・ソロスさんには、期待高いのかもしれません。はい、そしてあとはですね、スキルズはもう死にそうな銘柄なんですけど、今日は 7% リバウンドです。はい、今 0.6 ドルしか株価ないですね。ヘルスケアはまあそんなに動きはないでしょうかね。はい、製造はグリーンでいいですね。クルーズも航空も今日は、上昇となってます。そしてホテル、レストラン、旅行ですね。Airbnb の決算、結構ね、決算後売られちゃいましたね。アフターで 11% も売られました。慎重な見通し
のためです。これね、利益とかまあまあね、悪くないと思うんですけども、旅行失速の最初の、兆候かもしれませんね。アクティブ予約者数とかはね、一応過去最高を、記録ということで、この辺は、好調です。長期滞在も、増えていますけど、PER などはね、結構高い水準になってますね。35倍という水準で、この辺ではチポトレが55ですごい高いですけど、旅行系はね、PR めちゃめちゃ高い企業になってますね。はい、そして、次にね、行きますね。はい。今日は、あとはね、電気自動車、リビアン。なんですけど、4.1% 上昇、もう真っ赤っかですね。IPO の時のね、価格が、78ドルだったんですけど、今13ドルということで、まあ、ちょっとね、やっぱりリスク高い電気自動車ですね。あらりもマイナス 89%。テスラの 19% にはね、全く足元に及びませんが、売上成長率は 600% 近いのでね、それは期待したいですね。あと、フィスカーなんですけど、これもかっこいいね、オーシャンとか発売してますけども、Q2 に1400から1700台の生産予定で、Q3 は急激に増加が見込まれて、月間稼働率6000台となって、2023年には3万2000から3万6000台生産と予想ということですね。リビアン時価総額が、12ビリオンで、こっちのフィスカーはね、2.1 ビリオンしか、ないのでね、まあちょっと期待しちゃいますね。今後の成長、競争厳しいところですけど、あるでしょうか。あと、ロズタンモータースなんですけども、潰れそうな勢いですが、取締役会がね、取締役の規模を9人から11人に増やすということです。はい。そして、自動車はややマイナス。金融はね、今日は地銀大反発、やられてた銘柄はしてましたね。そして今日はアップスタートがなんと 23.6% も、上昇したんですけども、ですね、これは、CFO の方がですね、第一四半期中に20億ドル以上の資金調達契約を確保したので、まだ数四半期はね、大丈夫ということでね、社債の利率なんかね、10何%かってすごい高くて大丈夫かっていうとこなんですけども、資金調達したということで、今日は 23.6%、上昇となりましたね。はい、アップスタート。アフターで 40% もね、決算の時上がったんですね。はい。そして、あと、アファームなんですけど、こちらはね、企業の、貸し倒れ引き当てのお金の割合、これがね、結構ね、6四半期連続で減ってて、今、貸ししぶりをね、すごいしてるんですよね。はい。ということで、売上成長率はね、一応ね、7% だったとね、思います。はい。売上 7% 成長で、貸ししぶりですけどね、一応、上昇してるということで、この1週間で 7% 上昇のアファームとなっています。はい、あとはね、今週ウォルマート決算ですね。素材は、今日はキャピキャピと他と一緒に上昇。エネルギーはまあ上がったり下がったりしてますが、船が、売られてますね。はい、ということで、もしもですね、ここまで来て、内容良かったと思う方いらっしゃいましたら、チャンネル登録いいねいただけるとね、毎日早起きできてやる気満々ですので、ぜひともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。また明日、よろしくお願いします。